こんばんは、関じゃない方です。急ですが、私は何フェチでしょうか？正解は尻フェチでした。尻だけに陰のベタ踏み、フリースタイル。信じるか信じないかはアナル次第です。尻だけ。全国の匿名さん、こんばんは。深夜の放送部のタックです。はい、昨日の動画のコメント欄に、今朝早速ね、寝れましたってコメントありがとうございますね。嬉しいです。もう一つコメントで、英単語が一つもわからないと。それはもう寝てる暇ないんじゃないですかね。どうですか？そうそう、言い忘れたんですけど、ひらがなとかカタカナでもいいらしいです。はい、気になる方は概要欄です。はい、今度本題なんですけども、毎週土曜日ね、新しい企画としていろんな都市伝説を紹介しようかなと思ってます。本日はね、海外の都市伝説という風になってます。もちろんね、消えた YouTuber とか今やってる分はやりますけど、別個で土日は固定された企画でやろうか。誰？今企画固定するんなら投稿日と時間固定しろって思ったやつ、男子。はい、そういうことなんでよろしく。では早速いくつか紹介していきます。注意です、あくまで都市伝説なので、間違っている時、すでに立証されている時、その時はごめん。では参ります。マックス村井です。一つ目、ブラッディマリー。こちらアメリカの都市伝説。真夜中に一人で鏡の前に立ち、3回名を呼ぶと血まみれの女が姿を現すとされる。彼女を呼び出した場合、顔を引っかかれるなどと語られていると。猫だよね。まあぜひやってみてください。ブラッディ・マリーです。2つ目、バズビーズチェア。イギリスの殺人鬼トーマス・バズビーが生前に愛用した椅子。彼は処刑されたが、この椅子に彼の呪いがかけられており、座った者は必ず短時間で死亡すると言われていると。約61人が座り、全員が数時間後に死亡しており、現在は座れないように壁に固定されてあると。日本でも取り上げられました。この椅子座っていいっすか。3つ目です、暗い日曜日。1930年頃ハンガリーで作成された曲。聞くと自殺してしまう曲と言われており、これまでに数百人が死亡しているという説。歌詞の内容は、日曜日に亡くなった恋人を嘆くというもので、最後は自殺を決意するという一説で終わる。別名ハンガリーサザエ。リンク貼っておきますんで、はい、トラウマ要素がね、こちらかなり強いんで注意されてください。これマジで。では本日は最後です。スレンダー美女。間違えたよね。スレンダーマン。アメリカの都市伝説に登場する怪人。全身ガリガリで、背中から無数の黒い触手が生えている姿。ターゲットは子供。彼を目にした者は極度の精神異常を起こし、血の混じった咳、止まらない鼻血、止まらないロマンティック CCB などといったスレンダー症という症状を患う。近距離で目撃してしまうと、そのまま発狂し死に至ると言われている。別名文人。すいません、これ日本でも目撃情報はありまして、クネクネと言われてますね。また今度それもお話できたらなと思います。はい、というわけで今回以上です。まだね、海外たくさんありますんで、毎週土曜日は陰謀論だったりね、さまざまな都市伝説を紹介していけたらなと思います。以上、都市伝説にハマりすぎてネット炎上がどうでもよくなってきた男でした。ちゃんとやりますよ。こう好奇心旺盛なんですよね。はい、では明日は今週の俺的ニュース速報です。お楽しみに。おやすゾルタクスゼイヤンだよね。